の極上空間は人気お笑い芸人と国民的アイドルのスリーショットドライブ。ぶっちゃけどうなん総選挙って。嫌やん。やっぱ嫌な。もうどんどん名前呼ばれていって。選抜総選挙の舞台裏に好きな人ぐらいおるやろ。いますよ。あ、禁断の恋愛トークも披露。車だから行けるところがある。車だから話せることがある。並んだシートは心が弾む極上空間。今夜は特別、3人のプレミアムトークが始まります。本日のゲストを改めてご紹介。さて行こうか。120やスタート。出るやないか。120kgって書いてるやん。いや、デブ嫌や。120kg投げる人にしてもうていいかな。独特な一人コントでおなじみのお笑い芸人陣内智則さん。そして事件だよ、ななな、ななな、なーな、みんなのハートを逮捕しちゃうぞ、山田ななです。AKB48 の姉妹グループで大阪ナンバをベースに活動する NMB48 の第1期生、チーム M のキャプテンを務める山田奈々さん。ねえ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 、見るの見ないのどっちかな。見る。見るも、みんなのことを見る見る見るるんです。今年6月 AKB48 グループの選抜総選挙で初のランクインを果たした16歳の城間美瑠さん。冷たい、足冷たい。でも冷たいで。無理したらあかんで。2人は歌やバラエティ番組だけではなく女優としても活躍しています。好き。胸が痛い。心臓か。気ぃつけや、おばちゃんやねんから。誰がおばちゃんやねん。どこ行きたい。ゴルフ。ゴルフ。雨や言ってんねん。鎌倉あたりどう。鎌倉行くか。俺も行ったことないねん、鎌倉。鎌倉幕府ですか。鎌倉幕府には行かへん。いや、鎌倉幕府の鎌倉やけど、幕府は無理や、ちょっと。かつて大阪の番組で共演していた3人が横浜、そして初めての鎌倉を巡る爆笑珍道中。どうする今日。ソリオバンディットに乗り込み、どんな極上空間を過ごすのでしょうか。小さな車、大きな未来、鈴木の提供でお送りします。初めてやな、ドライブ。はあ、もちろん、はい、いつぶりや。2年前か3年前、大阪の番組でな、うん、そうです、ね、レギュラー番組で一緒になって。へえ、って一緒やん。見るのも一緒やないか。何言うてんねん。いやいや、飛び込んだ夢の世界。そもそもさ、ミルルもナナもさ、なんで NMB に入ろうと思ったの。アイドルが好きやったから。ナナは、そう、誰が好きやったアイドルは。モーニング娘さん。おお。でも一回諦めて、高校通って、医療秘書になろうと思って、もう学校も決まってたんですけど、専門学校が。ナナその時高校生か。高校生の時。18で、そっか、決まってバイトもしてて、普通の女の子をしてたけど、送ってみたら受かったから、じゃあこっちでやめてこっちやろうと思って。へー、すごいな、夢叶ったやん。でもそうなんですよ。それはミルルも一緒。なんかその友達のお母さんに勧められて、そう、なんかやりました。ちっちゃい頃からずっと人前に出るのが嫌いで、もうその発表とか一人で何々をするみたいな言葉が嫌いで、もうそんな考えられない。でもそれ12とかやろ。はい、12、13で、はい、別にアイドルになりたくないのに受かったやんか。はい、それで別にいいかと思ったの。いい経験になるかなって。へえ。周り覚えてる、ミルのこととかナナのこととか。当時覚えてます。ナナちゃんめっちゃ輝いてた。うせやん。覚えがある。うせやん。めっちゃ可愛い。何あの可愛い子って。うせやん。オーディションで待ってる時とか。
ナナミルのことは覚えてない。猿みたいなゴールナーぐらいで。そうです。あ、そうそう、あんまり人と喋らなかったから、喋ってなかった。でも周りどうな、可愛いなと思ったのか、あ、これやっていけるなと思ったのか、どっち。でも周りが可愛いとかっていうよりも無理やなって思ってました。もうそんなこと自分のこと必死やったんや。うん。へえ、それで25人7000人ぐらいから受かったんや。そうですね。いつまでアイドルなんですかね。でも21までちゃうか。出るもん。じゃあもう恨まれたったんじゃないですか。でも見るから見たらさ、はい、奈良ってもう6歳上やろ。はい、お姉ちゃんって感じ。お姉ちゃんら仕事してんの。その公園とかで、うん、たまにしっかりしたこと言う時があって。奈良か。はい、うん、そういう時に噛んでしまうんですよ、奈良ちゃんって。しっかりした時は、はい、うん、ダメやなって。いいとこの話じゃないの。ほんまやな。ほんまや。なんかさ、はい、俺あんま雑誌とか読めへんねんけど、別にマガジンとかそんなも全然愛読してへんねんけど、たまたま学園に会ってんな。ほんなんかパーって見て、わ、綺麗な子おるなって、この子可愛いなって思ったらミルルやって。ほんまに。もう照れる。ほんまほんま。嬉しい。で、わ、ミルルやんけ思って。この子えらい気になったなと思ってん最近。やったぜ。でも急になんかめっちゃ大人っぽくなったな。大人っぽくなりました。ナナも見習いや、ミルルのこと。なんでや。いや、こういう大人っぽくなりや、ミルルみたいな。なりたいんですけど。もう声をまずしようでしょうか。そう、グーグーガムみたいな声。何それ。陣内さんね、うん、なんでお笑い芸人になったんですか。俺な、うん、学校でもなんか本読みとかさせられるやん。 あんなん俺めっちゃ緊張してできへんくらいってやん。でもお笑いは好きやってんな、見るのは、うん、で頭で考えるのも好きやってん、うん、プラス中学校入ってやっぱのダウンタウンさんっていうすごい人が出てきて、うん、やっぱお笑いを変えたというか、もうキャーキャー言われてんな、ダウンタウンさんって。そうなんや。そう、それ見てはお笑いってかっこいいなっていうのあったのと、尾崎豊って知ってる。知ってますよ。これ尾崎豊めっちゃ好きやっけ、うん、小学校中学校と。ほんで尾崎豊に会いたかった、こうお笑いで売れたら尾崎豊に会えるかもしれへんと思って、18の時に吉本の NSC にあの受けに行ったんだよ。ほんならその俺が受かったその日かその次の日に尾崎豊が亡くなって、そうやね。だから俺生まれ変わりやん、もてんね、尾崎だから。だから滑った日は窓ガラス割りに行ったりしてんねん。割る。起死回生の一人コント。陣内さんね、うん、なんかあのネタでね、なんか、うん、モニター使ったりとかしてるじゃないですか。あれってどうやって考えたんですか。あれもな、もともとコンビでやってて、で中川家とか同期やってな、そタムケンとかコバとか、でもみんなすごい売れてて仕事あって、うん、俺らだけほんまに仕事なくて人気もなくて、ほんでもう解散して、俺がもうやめようって言ってん、22位かな、うん、7ぐらいの時にもう解散しよう言って、ほんなら吉本の社員さんが、お前何もしてへんねんからもうやめるか、もう一人でネタをするかどっちかせえって言われてる、うん、もうどうしようかなと思ったら、俺覚えてるのは電車の中で、電車のアナウンスがなめっちゃ噛んでてん、うん、どんだけ噛むねんこのおっさんっていうので、あれこういうの俺できるかもしれへんと思ってやったのがきっかけ。へー、そう、そんなところから。でも面白いなと思ってずっと見てましたよ、うん、見てた。エンタめっちゃ見てた。エンタって何歳見る。何歳やろ。俺がもう10年前やから6歳とかやで。そんなにちっちゃ。めっちゃ見てた。そっか、はい、でもな、うん、俺22とか23の時はほんまお金もなかったし仕事もなかったけど、自信だけあった、なんか知らんけど。どんなですか。なんかね、イメージしてた、ずっと大丈夫大丈夫っていう、俺は何年か後にはテレビ出てるから大丈夫やっていうイメージトレーニングしてた。それって大事やなと思う。大事、自信ってめっちゃ大事。そうそうそう、自信めっちゃなかったんですけど、うん、最近もうめっちゃ自信ついてきて、うん、そう、表情とかも変わったってよく言われるもん。まずはゴルフ歴7年の陣内さんからお手本を。おお、音がすごい。
行くで。わあ右行った。めっちゃ。あれ？あ OB や。OB って何ですか？マジやなこれ、ガチやないかこれ。気を取り直してもう一打。おお。まっすぐ。これなんとかなんとか耐えてよ。なんとか耐えてよ。また難しいとこ行ったよ。これまた赤行けやないか。あれ変わるんないか。順番変わってくれんから。そして初めてクラブを握ったミルルンは。おお、すごい。すごい。一発で。やった。うわ、もうミルすごい。すごい。イエイ。俺見て。続いて一番やる気だったナナちゃんは。ありそう。ハマりそう。ハマりそう。どの辺がどの辺がすか。ドライブはドライブはしたことあるんか。パパとよくします。夜景見に行ったり、神戸の六甲山、うん、見に行きます。すごい。ドライブ大好きなんです。あ、そう。運転してる姿を見たい。かっこいい。もう見ろや、俺のかっこいい姿見ろや。見てます。見たいって俺の姿見ろや。見る見るしてます。見る見るしてるか。、はい、なんかね、やっぱり俺もちろん違う車乗ってるやんか、はい、普通人の車乗ったら違和感、あのブレーキやねん。でもね、全然この車はさ、スーッとブレーキ効くからな、すごい乗りやすい。アイドルたちの熾烈な戦い。ぶっちゃけどうなん、総選挙って。嫌なの？嫌よ。やっぱ嫌な。今回はどうやったの、2人は。私29位やった。ミルルは？私43位で初ランクインで。あ、すごいやん。そうなんです。でも去年、うん、すごいみんな仲いいメンバーとか後輩とか入って悔しい。ああ、そう、去年は入らなかったんや。はい、もうどんどん名前呼ばれていって、オーマイカーって悲しかった。そっからオーマイカー呼ばれたんか。そっからなんかもっと頑張らなって、今何自分何してんねやって思いました。でももっと頑張るって言っても、はい、まあでもかファンの握手会とかやり方変えてみたりとか。そんなんあんねん。はい、もうすごいんです、みんな。どういうこと、どんなんしてんの握手会って。やっぱなんかいっぱい伝えたいじゃないですか。嬉しい、なんか嬉しかったこととか。それで喋るの、こんなことしたいの、はい、とか、はい、ゴルフしたんだよとか言うの。はい、へえ。とにかくどうやったら楽しんでもらうかとか考えた。そんな考えんねや。はい、秋元さんとか会うの、お二人は。会わない、あんまり会わない。会ったことはあるの。はい、もちろん。はい、秋元さんはナナとかミルルのことの存在は理解してんの、やっぱり。もちろん。はい、あ、そう。でも知らないと思ってました。あ、でもそれすごいな、知ってんねや。なんかほんまにたまにテレビとか見てるらしいです、うん、へえ。この子はバラエティに合うなとか。そう、これが良かったとか。あ、見てくれてんねや。たまに。じゃあこれも見てるかもしれへんやんか。見てるかな。恋に恋するお年頃。結婚とか考えてんのかいな。考えてますよ。奈良もしたい。ちょ、恋愛禁止なん、まだ。禁止。禁止なんです。いや、まあ、見るはまだ16やから禁止や。な、でもそんな好きな人ぐらいおるやろ。いますよ。あ、爆弾発生。これ秋元さんに送ろう今。ルローニケンシン。はい、ケンシン。何言うてんねん。アニメの恋しちゃう。好きなん、恋したん。はい。いや、そんなんええねん。でも出会わないですよ、あんまり人と。まあなあ、そういう仕事ばっかりしてんねんもんな、うん、でも遊びに行ったりしてみたい。そうか、そんなんもしたことないの。そうです。え、デートはない。え、デートしたことないの、見る。ないですよ。嘘やん。考えれない。なんか好きな人と、うん、もしご飯するじゃないですか、うん、どうやって好きな人の前でご飯食べるんですか。いや、口使って。分からへん。箸と、箸と口使ってやで。ドキドキしすぎて。やっぱそんな感覚なん。はい、タイプとかあれやろ。タイプ、好きなタイプ。優しくて強い人。優しくて強い人。例えばどんなんや。剣心。ルローニ剣心。はい、もう帰れ、もう。
ナナはどういう人がタイプなの？うん、大人な人。大人ってどんなんや？大人な人いっぱいおるやんか。まず仕事ができることが第一条件、うん、仕事ができるな、うん、なんか仕事できる人は、うん、そのビジュアルじゃなくてかっこよく見える。なるほどな。それどんな仕事でもいいやろ。何でもいい。その人の仕事がちゃんと全うして、そうちゃんとできる、真面目にできたらな。そう、それが一番かっこいい。そうや、そうやで。やっぱりお子ちゃまやな、見るわな。流浪に剣士言うてる時点でお子ちゃまやな。いくつまでにしたいの、なら結婚。ね、ほんま21にしたかったんです。もう超えたやん。そう、でももっといろんな人知らないとあかんから。そうやな、26ぐらいかなって感じ。あと4年やで。でもだな、あと4年で遊びたい。遊びたいって言い方やめなさい。いろんな人に出会いたい。出会いたい。そうそうそう、遊びたい言うて。結婚したいですか？結婚、うん、いや子供欲しいなと思うし。ああ、うん、楽しいですか？うん、誰に聞いとんねん。答えれる知るか俺。失敗しとんねん。わ、鎌倉ってこんなんなんや。ほら京都みたいじゃない？うわ、すごい。なあ、うわ、建物がテンション上がる。テンション上がるな。いつ上京したんですか？上京、うん、ちゃんと東京に住んだのは5年前やけど、うん、で俺も NMB みたいにさ大阪でやってて、たまに呼ばれて東京行ってたけども、新横浜過ぎたぐらいからもうずっとお腹痛かったもん。なんでですか？緊張で。嫌で嫌で。大阪と東京のやっぱり人数が違うやん。あー全然違う。スタッフの数とかさ、カメラの台数とか、セットの豪華さとかさ、うん、全然違う。それに俺も最初の方はもう面食らって、例えばさんま御殿とかさ、うん、呼ばれて、俺も今でも覚えてるけど、1回目の収録なんか、